お疲れ様です。5月23日、朝10時30分ですけども、数時間前に紹介したブラックフェニックス、なんと一気に大暴落です。この動きね、前回もありましたけども、こういうもんなんですよね。値上がりして、利格。ねえ。だから、後追いで買った人に全部その負債を押しつけるような形になってます。暗号通貨ってのはこれが怖いですよね。値上がりした、目立った、これからも上がるんじゃないの、買った、暴落、みたいな。 まるででどどっかのスピンドルみたいな感じですけどもえ今回500円あたりまでね値上がりしたこのブラックフェニックスなんですけどもたった今ねまた0.009480円に値下がりしましたよ怖いですねなんかねこのペースっていうのはでこれを1ヶ月で見るとこんな感じで前回コブが出てきた時はしばらく滞在していたんですけどね3ヶ月で見るとはい値動きは えー、本当につい最近あっただけですあとはずーっと知らぬ存在なんですよね、はい、1年で見るとこんな感じでマックス生まれてこなかった0円同然だったものが前回を除けば今回だけ特別に400円から500円までの値を数時間だけつけてそこで何者かが利確したって感じになりますねでこれによって間違いなく億万長者とかね100万長者 ?100 億円長者ぐらい生まれてますねこれね まあそういった一部の暗号通貨なり金を作るために高値掴めした人の犠牲があるということなのかもしれません。ただこのブラックフェニックスまた値上がりする予感がしますね。これは完全に山間ですけども。たまに値上がりして一気に暴落する。そういったペースを続けていくのがこのブラックフェニックスの特徴じゃないかなと思いますんで、またね、値上がりした瞬間に買ってすぐ売るみたいなことできるわけないか。まあ一応心の片隅に入れておきますかこれ。 BPX、BP X ブラッッククフェニックスです。黒い鳳凰という暗号通貨でした。一体どんな暗号通貨なんでしょうね。それでは今回以上です。